暇だな。何にもやることねえな。いつも俺何してたっけ。昼はサッカーして、帰ってからサッカーの試合見て、夜はリフティングの練習してって、なんだ、毎日サッカーばっかりだったのか。けど、全然足りなかった。練習量も覚悟も何もかも。電話？えなから？もしもし？アキト、今どこにいる？どこって、家だけど。つーか夏祭りに行ったんじゃねえのかよ。うん、今お祭りの会場からかけてるよ。アキトがいてくれてよかった。ちょっと困ってたんだよね。困ってるってなんだよ。パシリなら絶対やらねえからな。違うんだって。実はちょっと怪我しちゃって、今から迎えに来てほしいの。は？怪我？怪我って大丈夫かよ。言われた通り靴は持ってきたけど、歩けんのか。うん、履いてた下駄が合わなくて足が痛くなっちゃったんだよね。アキトが家にいてくれてよかった。はぁ、怪我って足が痛くなった程度かよ。そんなくだらねえことで呼ぶなよな。急いで来てやったのに。ちょっとくだらないことって何？痛くて歩けないからすっごく困ってたのは本当なの？ああ、うるせえな。ほら、靴持ってきたからさっさと履けよ。ぐちぐちうるさいのはそっちでしょ。なあ、持ってきてくれたのは助かったけど、ちょっとアキトが持ってきたのは運動靴じゃん。こんなの浴衣に合うわけないでしょ。あ、そんなのどうでもいいだろう。どうでもよくないってば。運動靴なんてダサくて履けるわけないじゃん。歩きやすい靴持ってこいって言ったのはお前だろ。文句言うんじゃねえよ。そうだけど、だからって運動靴持ってくることないでしょ。こんなの履いてるとこ知り合いに見られたら最悪。あ、ならもう勝手にしろよ。俺は一人で帰るからな。あ、ちょっとアキト。なんで迎えに来てやった俺が、あいつにキレられなきゃいけねえんだ。お前。言っただろ。そういうことじゃねえんだ。俺はもうサッカーはやめたんだよ。じゃあな。意味ねえんだよ。これ以上やったって。俺は。あ、アキト。ええな。靴、履き替えたのかよ。仕方なくだからね。そうじゃないと帰れないもん。ああ、でもやっぱダサいな。お前のことなんて誰も見てねえよ。はあ？そういう問題じゃないの。それより、さっき話してたのって同じサッカーチームの子じゃないの？エナには関係ねえだろ。つうか、俺はもうサッカーやめたんだ。
同じチームでもなんでもねえ。ふん、けど最近ずっと暗い顔してるよね、あんた。してねえよ。してるってば。サッカーやめるのはあんたの勝手だけど、そんなに暗い顔されるとこっちは嫌でも気になるでしょ。うるせえよ。エナに俺の気持ちがわかるわけ。え、何？大きな音がする。あれって多分ライブだな。さっき野外ステージのところに人がたくさん集まってたけど。ライブって夏フェスみたいな。知らねえけど多分そうじゃねえの。まあ別に興味ねえし、俺はもう帰る。ねえアキト、そのライブ今から見に行ってみない？なんでだよ。つうかお前足が痛いんじゃ。もう運動靴に履き替えたし大丈夫だって。ほら早く。あおい、ねえ引っ張んなよ。歌ってる人人気なのかな。すごいデッキ。そうだ、ライブか。音楽には今まで興味なかったけど、この感覚がなんか嫌いじゃねえな。音が大きくなった。すっげえ。完成で目の前が揺れてる。あのミュージシャン一人の歌でこんなに盛り上がって。じゃあ帰ろっか。ライブすごかったね。ああ、マジですごかったな。まだドキドキする。剣？さっきのやつよりすげえのがいるのか。アキト？どうしたの？ぼーっとして。もしかして、さっきのライブの熱気に当てられたとか？ちげえよ。ま、さっきの盛り上がりは本当にすごかったし、気持ちはわかるけどね。だから、そういうんじゃねえって。ねえ、アキト。ああいうのやってみたら？は？なんか、久しぶりに楽しそうだったしさ、時間あるなら試しにああいう音楽やってみたらいいんじゃない？試しに？いや、本気でやれるかもわかんねえのに、そんな簡単に始められねえよ。何それ、気軽に始めたっていいじゃん。いや、だってやってみてやっぱやめるってなったらダセえだろ。あんたね、もう始めてもいないのに何ごちゃごちゃ考えてんの？うるせえな、何も知らねえくせに。知らないって、何言ってんの。私が秋田の気持ちなんてわかるわけないじゃん。は？どうせあんたの気持ちがわかるって言ったって、それはそれでムカつくって思うでしょ。まあそりゃそうだけど。ま、細かいことは置いておいて、アキトって器用だから何でもできるでしょ。だったらいろいろやってみたらいいじゃん。本気でやるかどうかはやってみてから決めたらいいんだし。やってみてからか。まあ気が向いたらな、後で考えとく。そっか、じゃあ帰ろっか。あ、
コンビニでチーズケーキでも買ってく？家で食べようよ。うん、わかった。やってみてから決めたらいいか。とりあえず曲だけでも聴いてみるか。あいつがああ言ったから俺はストリートに出会ったんだよな。音楽ってすげえなって思って、それからラッドウィーケンドに行って本格的に歌を始めて、トーヤと出会って、今じゃビビットバットスクワットを組んで、あの時エナを迎えに行ってなかったろ、俺は今頃何してたんだろうな。ま、あいつはどうせ忘れてるだろうけど、